はい、こんにちは、まこじです。今日はアブガルシアのホーネットスティンガープラスっていうね、俺の HSP741XBB っていうね、この今つけてあるけど、このビッグベイト用4オースまで OK っていうね、ロットを購入したんで、それの実践的にね、今日は今バッグの株型推計のね、ところに来てます。で、今からね、実際にどんな感じなんか、初ね、でちょっと投げてみたいと思います。で、ルアーはいろいろね、持ってきてますけど、まずはこいつオリジナル、これです。マコジーのオリジナルのビッグベイトです。これをまず投げて、でね、ロットの曲がりとかね、今背面カメラで追っかけてって、ちょっとね、見れたらいいなっていう風にして思ってます。じゃあね、今これで今から投げて、あー、ぶて硬いんすよ。ロットの曲がりこんな感じね、映っとるかな、はい。で、2オース半あります。足元結構滑るんでね。で、この辺何もないんで、今日は釣るとかいう目的は気持ちはないです。まあ、釣れてくれれば嬉しいけどね。よいしょ今は軽くね、軽く投げてみました。あ、沈んでいくな。これウェイト外そう。なんか変なのなった？泳ぎがぶっ壊れとる。なんで？泳ぎがぶっ壊れとるやん。完全フローティングにしてウェイト外します。今完全に泳ぎぶっ壊れとったよね。今どうなんやろ。ロットの周りとか操作感とかね、伝えれればなと思うんですけど、遠いな映像も。ん？なんか泳ぎぶっ壊れとるやん。泳ぎが壊れている。泳ぎが壊れとる。よし。わ。わ。まだ6割ぐらいの力でない。フルパワーでは投げてないです。でも全然不安感ないね。いいんじゃね？いいんじゃね、いいんじゃね。おかっぱり曲がりが、まあその辺はね、今回は気にしないでください。じゃあフルパワーでいってみます。ん？今なんかカチンって言った。後ろになんか今カチンって当たった。なんだろう。で、回収しますパワーはあるよ。だけど、でも回収の時とかほぼ抵抗かからんから、リップもないからね、無抵抗で帰ってくるから、ロッドの使用感はほぼないです。棒です。キャストの時のみやね。じゃあちょっとルアー変えてみましょうかね。
よいしょ。はい、じゃあちょっとルアー変えます。で、マグジーのビッグベイトルアーボックスはこんな感じね、いろいろと入ってます。この中にダウスイは入ってないです。これは 30g のスカルルアースマイルさんのトップフェイスです。これは 30g プラス、3.5 のドアコイヤです。トップフェイス、これ結構気に入ってるんですよ。竿の曲がりは、竿の曲がりはこんな感じ。こんな感じね。軽くやね。で、軽く、あ、投げやす。うわっとかいうのがなくて、全然ビシッとくる。えいちゃん。で、リップのプルプル感も今ちゃんと手元には来てます。で、これね、グリップエンド長いんで、ちょうど肘のところまで来るから、まあまあやり取り、もしかかったとしたらやり取りは楽かな。で、この竿に関しては、このグリップジョイントです。あと、ここからトップ先は1本で行ってます。とりゃ、あ、こういうのをちょっと溜めていかんと、今ちょっと投げ方ね、ウエイト乗っからんと、ただ本当に棒で投げたような感じに今なっちゃいました。この辺はちょっとマコジ自身のキャストが慣れていかんと、ほわっとこう、これをこうやって投げるといいかな。ふりゃ、ジョイントベイトとかやったらもう全然ゆーわっていう感じで投げんと全然ダメやったんですけど、普通に2オンス半とかでもビシッと投げれるし、今のね、トップフェイス 30g、 これウエイトもつけてあるんで、その辺は全然問題なくいけてます。いいじゃないですか。で、操作感もね、持った感じも、このバットエンドがここに肘に当たった状態でこうやって持ってこれるから、まあ特に重たい感じはしないです。ロッドの重さ自体はどんだけあったかな、165かな。まあ詳細はね、また別に、載せときますっていうところでね、今こんな感じで、で、軽くね、今左手で投げたんですけど、普通にまあまあ違和感なく使えるかなというところで、とりゃ、あ、やっぱ伸びたね。やっぱ伸びたね。硬かったらバットでしっかり投げるときは投げるみたい。うわ、ほら、ブレーキで伸びるやん。フルキャストしても何の違和感もない。ああ、いいかもね。ちょっとこれフルキャストするまで、昨日ね、別にちょっと撮影して室内でねやっとって、ここまで思い切りやっぱり振り回せないじゃないですか、ロッドの長さもあるしっていうところでやっとって、ちょっと不安やったんですよ。棒じゃねえのみたいな、本当に硬すぎて。
ですね。それが今ここで実際にこうやって振ってみた、振っとったら特にね、それなりに違和感もないし、でフルキャストしとっても何の不安もなくフルキャストできるしっていうのでね、いいんじゃないかな。はい、今度はこっち向き、あ、切れた、バック、マジか、あれマジフロートボード、調子こいたらこんなことなった、また事件発生したやん。あれ、それ浮いとったかな、マジか、調子こいたらこんなんなるのよね。わあ、マジか、浮いとるかな、これはちょっとまた事件発生、調子こくもんじゃねえよっていう、ああやっちゃった、沈んだかな。マジかの撃沈、浮いてねえかな、シンカーついとったからスローに沈むんじゃなかったかな。あ、やっべ、マジか、浮いとってくれりゃ風呂箱持ってきてスローに沈んだやな。あ、あれか、はい、今13時41分、13時に風呂ボトルに戻って、で今帰ってきたけど、どこだ、沈んだか、見当たらない、え、どういうこと、こいつちゃんとつけていかんとダメやよ。よし、オッケー、つけた。よし、行くぞ。よし、行くよ。危ね、危ね。もうどこで落ちたら、シャレならんぞ。よし、行こう。あー、浮いた、浮いた。でね、普通なら、それでいいんやけど。よいしょ。今日はラダーもついてねえから、ほんまに。風がないだけいいよね。ラダーがついて、今救出しようと思ったら、ね、出て行ったんですけど、出た途端に GoPro のね、あのバッテリーが切れて、途中映像はなくなっちゃったんですけど、でだいぶね、今分かるように風も出てきて、で流れもこうね、風でこの流れ、この奥から茶色い水がこう流れていってるんですけど、それで結構ね、あの橋の下ぐらいまで探しに行ってきたんですけど、発見に至りませんでした。マジかーって感じですわ。やっべーよ、スカルさんごめんなさい、本当にとうとうロストしちゃったね。魚釣ってからと思ったけど、ね、っていうところで、とにかく、まあ、目視するところには、なかったっていう状況なんでね、もう、とりあえず一旦は、ね、今日のテスト含めて救出、完全に誠の乾杯で終わります。やっぱり、ついにやらかした。っていうところでね、また、ルアーの方はまたね、改めてスカルさんにお願いして分けてもらうような方向で考えていきますっていうところで、今日はね、本当に申し訳ないことをしちゃったかもしれないしね、本当にスカルさんにも申し訳ないっていうところでね、楽しいはずのテストのね、こんな撮影になっちゃいました。
マジかですわ。うん、そんなところでね、こんな同時にばっかりやってるマコジです。それではね、またもしよろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。悲しいわ、マジか。